どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、プラパトなどを連載しております。先日行いました左利きのエレン人気投票、キャラクター人気投票の結果発表をしたいと思います。メインどころは本編といいますか、ノートメンバーシップの方で公開しているんですけども、20位ぐらいまでしか多分発表してなくて、それ以降はここで発表しようかなと思ってます。票数少なかったやつもまとめて全部ここで発表したいと思います。一応まあ細かい票数が割れたのがバーッとあるから、46位まで紹介できるかなと思っております。キャラクターの発表と、なんかそのちょっと一言コメントみたいな、なんか緩い動画になります。で、まあ、ゆるいついでにちょっと見せたいものがあって、なんか集英社から久々に何かが届いたんですけど、海賊版の撲滅キャンペーン、まあ、雑誌のその垣根を越えて、出版社の垣根も越えてたんだっけ、なんかとにかく全てのなんかあらゆる垣根を越えて、なんかありがとう君の漫画愛っていうキャンペーンが以前あったんですよ。海賊版を使わずにその漫画を読んでくれてる全ての読者へっていうキャンペーンがあって、それに、左利きのエレンが参加してます。この中にあるんですよ。憲法的なやつが届いたんで、今日はちょっと紹介します。ちょっと僕も今初めて広げるんで、あった、うお、あ、でかっ。いかつー。飾ろうこれ。鬼滅の刃からはブリーチ、ブルージャイアントのバカボンドもいるし、これよ、見応えあるな。これ全てのコマが超名作、ド級の名作っていう、少女漫画も含め、進撃の巨人も含め、ヒロアカ、チェンソーマン、うわっていう中に、本当に左利きのエレンがいるんか、いるんか問題、ここでーす、ここでーす。クソみたいな日に、いいね。いや、これね、ちゃんと動画にもなってて、動画検索してぜひ見てほしいんですけど、歌にしてくれてるんですよ、バウンディさんが。で、この漫画のセリフが歌詞になってて、クソみたいな日にが歌われてるんですよ、セリフとして、歌詞として。いやー、これはちょっと一生に一度の素晴らしい経験じゃない、これ。こんなさ、だって企画の趣旨的にさ、誰もが知ってる漫画じゃないとちょっと支障あるじゃん。その中にこう紛れ込ましてくれた、ありがてえ。このコマだけ見てさ、このワンピースだ、ブリーチだ、ナルトだとかさ、なるレベルの作品をチョイスしてるはずなのに、めっちゃマイナーなやつおるやんっていう、あれ、ちょっと見失った。この並びはちょっとさ、なんか自慢したくなるよね。嬉しい、ありがてえ。ちょっとこれの、このこんな素晴らしいキャンペーンにお企画立案してくださった皆様、本当にありがとうございます。そして読者の皆様のおかげで、こんな素晴らしい中に滑り込ませていただいてますので、これはちょっとどっかに飾りたいけど、でかいな。ということで、ちょっとキャラクター人気投票やっていきたいと思います。左利きのエレン、キャラクター人気投票、栄えある第1位は847票、朝倉浩一です。ありがとうございます。まあね、主人公なんでって言いつつ、主人公があんまり1位にならなかった漫画ではあるので、割と第2部以降連続して主人公朝倉浩一1位いただいてるので、なんだろう、リーダーになって浩一一皮向けて大人になって、やっと好感度が上がってきたんじゃないかなと思って、嬉しく思ってます。第2位、568票、柳はじめ、ありがとうございます。いやー、柳さんは1位になったことはないか、でもなんかずっと4位ぐらいにずっといるイメージで、
やっぱりね定評があるというか、そのやっぱ柳さん好きな人って多いんですよ。なんかその刺さってない人からするとなんか意外らしくて、だから本当に両極端、なんかあの柳さんって本当にただ怖い敵でしょみたいなさ思ってる層もいれば、いや左利きのエレンは柳さんでしょっていう層もいるし、なんか本当に割と意見が分かれるキャラクターだと思うんだけど、定評があるのであの常に上位にはいると。でしかもここ数年、去年一昨年ぐらいからその柳はじめのスピンオフ、あのシックっていう柳がまあもう本当に幼少期から柳を追っかけるっていう、もう柳ファン、あのよだれだらだらのスピンオフもやっております。でプラス、同時期に同じキャラでスピンオフやるという、暴挙に出てるのがあのウオモで連載してるあの柳さんご飯ですよ。柳さんがご飯を食べるっていうスピンオフをやってまして、まあまあ、やっぱ僕の中でも柳大好きだし、こうやってあの2位に入ってると嬉しいなと思います。しかも割とね3位とも差がついてて、で3位、343秒、岸あかり、ありがとうございます。あかりも根強いですよね。あかりはもうずっと人気だし、そのまあ人気投票やったぐらいにまたちょっとちらっと出てきたのか、なんか割とそんなに最近登場シーン多くないとは思ってたんですけど、でもやっぱり3位には入るかという、なんかなんとなくその高一とあかりのその夫婦で好きっていう人が割と多いような感覚、なんかね本当はそのなんかまあ育児漫画じゃないけど、その育児漫画描かないんですかとかよく言われた時に、あの自分の漫画家カッピーの育児漫画は描かないけど、それで得たいろんな思いとか、なんかその仕事をして得た思いを左利きのエレンに変換して書いてるんですが、育児をして得た思いとかももちろんあって、そういうのをなんか作品にすることはあるかもなと思ってて、でやるとしたら朝倉光一と岸あかり夫婦の育児漫画みたいなのもちょっと思ってはいます、うん、まあちょっとね勝手に自分で漫画描いたらちょっと言われるような境遇なんです。教訓っていうか、うん、いやそんなことよりマジでうちで書くよっていう圧が今すごい状態なので、いろいろやり終えたら書こうかなと思って、これを書けあれを書けの順番待ちに今こう目に見えないプレッシャーをかけられているところなので、ちょっとなんか思いついたから書こうみたいなのはちょっとだいぶ先になろうなるかなと思ってます、はい。4位三橋ゆりな319票ありがとうございます。みっちゃん強いね。みっちゃん4位、ちょっとこれごめんなさい、もうぶっちゃけちょっとあと15分ぐらいで家出ないといけなくて、今全然舐めてた、ごめんなさい、話長くなっちゃうんで本当に一言ずつにします。はい、実はそのみっちゃんってまだ深掘りされきってないじゃないですか。まあ柳も神谷もスピンオフあるし、光一はまあ主人公だし、まあ、あかりも割とその幼少期からのなんかこういうなんか本編で割と触れてるじゃないですか。みっちゃんって人気の割になんかあんまり背景描かれてないじゃないですか。まあ震災編の時にちらっとありましたけど、みっちゃんどんな子なのとか、どういうなんでコピーライターになったのとかさ、なんかさみっちゃんのエピソード0とか誰も知らないじゃないですか。みっちゃんの話は実はずっと書こうと思ってて、みっちゃん主人公というかみっちゃんのスピンオフって意味じゃなくて、みっちゃんのショーっていうのは絶対あってほしいと思ってたんですよ、ずっと。早ければ今年、遅くとも来年、みっちゃんのショーが始まるので、ぜひみっちゃん推しの人は楽しみにしてください。5位、これはちょっと自分もびっくりしました。300票、カニエジョーダン、カニエが来ました。ちなみに S&G の中では一番上ですねっていうかこんな新キャラでさ、こんな順位すごいよね。まあちょっとタイミングとかもいろいろあったと思うんですけど、
あのすごいカニエがもうめちゃくちゃ輝いた瞬間に人気投票だったからっていうのももちろんありつつも、ただやっぱポッドデと言ったらあれだけど、まだ出てきて半年ぐらいのキャラクターが5位っていうのはすごい嬉しいです。なんかこういう長期連載だとなんかあのもう人気キャラクター固定されちゃって新キャラ出しても響かないみたいななりがちじゃないですか。なんか割と本当に最近出たキャラクターが5位っていうのはなんか漫画家としても嬉しいです。僕もカニエ好きなんで、でカニエはね、あのもうこれネタバレしちゃいますけど、あのまた出ます、また出るんで、あのこれだから人気だからもう一回出すっていうわけじゃないぜあの出てきた時にあこれはもう出る想定だったんだっていうの分かるぐらいの鮮やかな再登場があるんで、楽しみにしてください。6位276票、神谷雄介。まあ、神谷さんはね、まあ、ラスボスなんでね、まあ、これぐらいにいてくれなきゃ困るっていう、まあ、神谷さんに関しては結構もう背景も描きまくってるし、そのキャラクターも描きまくってるし、もうみんなが知ってるキャラクター、朝倉光一と同じぐらい知ってるキャラクターになってると思うんですけど、僕の思い的にはやっぱ神谷雄介はここからさらに一皮向けないといけない存在だと思ってて、まあ、ラスボスだしちょっとあの第2形態第3形態ってこう進化していくキャラクターになってほしいなと思ってるんで、まあ、交互期待という感じです。はい。7位248票、マリアナ・マルジェラ。彼女もねちょっと意外でしたね、ま、なんか7位とは思わなかった。あのもう何を隠そう、僕はマルジェラが大好きでマルジェラ推しなんですけど、ね、一巻ほぼ丸ごとマルジェラ買いみたいな、あの人気下がりそうなこともやったぐらいマルジェラを推してるんですけど、7位とは驚きですね。ちょっと思ったより上だった、良かったです。うん、マルジェラはなんか人気出てほしいなと思って書いてたキャラクターなんで、そのまんまと人気出て、嬉しい限りです。マルジェラも今後はあのもう全然めちゃくちゃ出番あるんで、あの楽しみにしてください。8位202票、流川俊。いや流川はねもう最初の人気投票で1位だったし、もうあれやっぱり働く大人にすごい刺さるキャラクターだと思ってるんで、まあ、常にねこの10位以内にいてくれるとすごい安心するなと思います。流川さんもねちょっと役職を得て今劇中で偉くなってるんで、偉くなるニアイコールプレイヤーじゃないから出番がなかなか多くないっていうのはありつつ、でも常にいるキャラクターなんでやっぱり、うん、朝倉光一と同じようにやっぱり常にいるキャラクター、なんかどっかに行って戻ってくるとかじゃなくて常にいるキャラクターとしてすごく大事なキャラクターなので、まあ、安心感のある、好きなキャラです。はい。第9位184票、岸新太。最近ちょっとね彼女ができて、変態成分がちょっと抑え気味になっているような彼ですが、ちょっと違う側面でまた魅力を出していけたらなと思ってます。まあ、変態であることには変わりないんですけどね。はい。181票、10位さゆりウィンストロップ。さゆりはもうちょっとね鮮やかな再登場があったんで、最近また人気上がったなという感覚です。でさゆりはやっぱり本当に大事なキャラクターなので、左利きのエレンを語る上で欠かせないキャラクターなので、でもうハイプの時は特に、まあ、ドープもそうなんだけど、やっぱ第1部以降そのチームサウスポー全くほぼ出てないじゃないですか。ほぼなんかチラッと出てきて謎を残して去っていくみたいな、早く書きたいんですけどね。ちょっとだからハイプドープと同じボリューム、チームサウスポーにも同じストーリー同じ紆余曲折があるってことなんですよ。で早くさゆりの物語も書きたいんだけど、そのちょっと構造上今高一の方を書かなきゃいけないので、ちょっとまあいいや、話すと長くなるからまあ置いときます。そのちょっと最終的にまた全部つながる形になるんで、ちょっとそれのまあはい、ちょっと見てください、楽しみにしてください。はい。171票、11位、山岸エレン。はい。ついに10位から外れてしまいましたけど、もうこれもさっき言ったようにエレン、さゆり、
サイドの話はちょっと、まあ、今してないのでちょっとしょうがないかなっていう感じはしてます。もうエレンなんかさ、この前久々に喋ってるの聞いたっていう読者の反応だったんで、エレンが今何を思ってるかとか全然わかんないでしょ。だからそういうのも全部つながってくるんで、ちょっとまあ第12位有馬、はい、有馬さん、有馬さん人気ですね。有馬って名字しか出てないんだよね。まあ有馬もね、こんなに人気になるとは思ってなかったキャラクターなんで、ちょっとなかなか出番が作れずファンの皆様には申し訳ないですけど、まあ有馬もね、流川さんを追いかけて今成長中なので、まあ有馬と流川の物語はちょっと水面下で多分いろいろ進んでると思うんで、またお見せできる機会があると思います。13位佐久間イフ、すごいですね。もうイフなんてもうね、ほぼまあ出てきてるけど、まあ今まだ13位にいるっていうのはよっぽどで、14位瀬瀬夏樹、夏樹ってこの字じゃなかった気がする、夏樹ってこの字じゃない気がする。夏に希望の木だよねこれね、夏に希望の木。ちょっと人気投票のあれが間違えてたかもしれない、すいません。人気投票の表記が季節の木になってる。で15位岸彩乃、まあ、ここに来て、まあ、彩乃はね、その第原作版にずっと登場しなかったキャラクターだったんですけど、今いよいよ新キャラとして、ほぼ新キャラとして原作版で活躍中なので、リメイク版から入って、原作版って岸彩乃出てねえのかよっつって見なくなった人がもしいたら、ぜひ今から見てください。今大活躍してるんで、はいはい。16位マリン・ウィンスロップ、マリンはいいぞ、マリンはいいぞおじさん、マリンはいいぞ、マリンね、マリンに関してはもうちょっと上がいいな。マリンは好きだな、なんでわかんないんだろうな。まあ16位でも十分ね高いけど、マリンはいいぞマリン好きなのいいな。はい、17位ジョージ・シモンズ、まあラスボスの一人ジョージ・シモンズが17位。まあそうね、ジョー・シモンズもねもうちょっと上がいいな。でもまあ上がいいなって言って ここまで上げたのって結構いいキャラだからね。まあマリーンもシモンズももうちょっと上行くと思いますけどね、物語進んだら。なんか何の話だこれ、そうやって書くもんじゃないけど、なんか人気を上げるために書くもんじゃないけど、だこの辺だよな。だから18位戸塚ゆい子、ゆい子アップ、この辺もねそうなのよ。だマリーンもジョージもゆい子アップもこっから先すっごい重要なキャラクターなんで、ランキングで言うとまだこう2軍みたいなところにいるけど、この辺をこう厚く押し上げていけばいいんだなっていう感じで今なるほどと思いました、はい。で19位相沢一郎、まあ相沢くんはねそのすごい活躍の場面多かったし、まあ最近しばらく出てないっていうのもあってこの辺かなという。20位沢村、まあ息子が沢村さんを超えたみたいな感じですね。21位ルーシーピグロ、まあ、ルーシーもね最近出てなかった割にはっていう感じじゃないですか、うん、はい。で22位、金井地図、お釈迦な先生ですね。お釈迦な先生はなんかもう今やってるブラパトなんかね、もうお釈迦な先生じゃんみたいな感じで、なんかお釈迦な先生はねお釈子でもあり、なんかいろいろ僕の今までの別漫画でもなんかそれっぽいキャラクターが出てるぐらいなんか好きなキャラ造形なんですけど、まあお釈迦の先生もねまだ伸びしろあるぞという感じで、22位でした、はい。23位戸塚春樹、トッティですね。トッティも、まあ、アントレースの一角を担う。で24位、これね面白いですね、朝倉翔太24位で、同数で古谷はね、これ人気投票で古谷って下の名前書いてないけど、ちゃんと古谷昇っていう名前が出てますからね、はい、ちょっとマネージャーが見逃してたっていう、古谷昇っていうキャラクターなんですよね、はい。やっぱこう昇るね、あれで、はい。これね朝倉翔太とね古谷がね同じ23票で24位っていうのはちょっと
何か世界のサインを感じるというか、これ見てもらえるとこれ何か気づきませんか。朝倉翔太と古谷いますよね、表紙に。同じ色なんですよ、背景色が。これもちろんわざとやっててっていう、あのなんか、はい、ちょっと自分の中で関連してるキャラクターなんですよ。まあちょっとあんまり言うと野暮なので言いませんが、この人気投票の結果はなんかすごいゾクッとしました。26位園宮千秋19票。千秋ちゃんもずっと人気ですよね。最近出てないのにね、なんかすごいよね。だから好きな人は多分変わんないのよ。千秋ちゃん推しの人はずっと千秋ちゃん好きなんだろうな。はい。で26位、ジェミニオズボン。ジェミニさんもね、割と好きなキャラっすね。あのマリンはイーズおじさんことジェミニ。ジェミニも割と好きっすね。だからまあジェミニだからそんなトップ10に入るようなキャラクターじゃないとは思ってるけど、でこの辺にいて嬉しいっすね。いい感じの、はい、10位かなと。で27位、岸あずさ水目。同票で財前治。うん、まあまだやっぱ水目も財前もやっぱゲストキャラっていう感じですね。ゲストキャラとしてまあこれぐらいに人気のゲストキャラみたいな感じですね。はい。で29位、矢谷さんと矢谷匠と、深見忍。この辺もね、まあもうちょっとね魅力出していきたいキャラクターではあるんですけど、ちょっとなかなかおとなしめの、やっぱね変態が活躍しがちな漫画なんで、やっぱこの辺好きなキャラではあるんだけど、まだおとなしいよなっていう。忍さんもねもうちょっと出番あるんだけど、まだ先っすね。ちょっと31位、真っ白学ぶ同着流川春11票。まあ真っ白先生はね、まあ多分集中力の質理論ともう紐づいてっていう人気かもしれないですね。春もね、春なんかさまだ誰なのか分かんないじゃん。一応ねスピンオフでちょっとルカワの弟としては描かれてるけど、何がどうなって左利きネネンとつながりがあるのかとか全く描いてないじゃないですか。まあちょっとさすがにそろそろ描くとは思うんだけど、ちょっと今順番がねあれなんで。だからルカワ、春もユイコップも今なんで一緒にいるんだとか全く明かされてないじゃないですか。なんかそういうあの描いてないチームサウスポーサイドの物語が今一切開示されてない状態でのこの順位なので、まあしょうがないかなと。33位まとめて言います。冬月、マチルダ・グレイマン、ジェームスっていうのはあのムーブメンツ のリーダーっぽいやつ。斉藤幸男、さっちゃんですね。でなぜかカッピーがここに入ってますね。カッピーって項目あったの？人気投票で作者が入っちゃうみたいな、なんかジャンプとかでたまにある。これでもだから実際こうなってみると、なんか何とも言えない、なんかあのリアクションが乾いた笑いみたいになっちゃう。38位、ちょっと同着がバーっていたんで次38位。これもね何人かいます。クロムシャアユ、ナタリー・ルッソ、朝倉朝日、千夏。まあ、クロムシャさんとかね、ナタリーもね、もうちょっとまた出番あると思うんで、ね、朝日ちゃんはまあ朝日ちゃんなんであれですけど、千夏もね、まあ、左利きのねあるあるで、まあ、割と昔のキャラもう一回出てくるんで、またなんか楽しみにしてください。はい。42位、山下優作、トニー・ジェイコブス、7票。44位、岸アンナ、鹿島京子。鹿島さんすごいね、まだ鹿島さん入ってる。鹿島さんなんてもう本当に第一部震災編が最後じゃない。鹿島さんすごいね。46位、5票ですが、春風杏、茜優子、剛力、シャオリン。まあ渋いですね。
ちょっと春風ちゃんは割と好きなんだけどな。春風ちゃんはもうちょっと上でもよかったよな。第3部のヒロインなんでね、もうちょっと春風ちゃんの魅力をこう伝えていきたいなと思って。優子がここに入ってるのすごいね。ずっと入ってるね。なんかしらシャオリンも好きなんだけどね、あんまり上に来ないなんだろうな、誰だな。ちょっと学びがあったというか、僕が好きだけどあんまり上に来てないキャラクターのあるあるというか、アントレースのサテライトオフィスのメンバーがあんまり来ないっすね。上にジェミニさんとかぐらいじゃん上に来てんの。これだからちょっと学びがあるのは、そのまあサテライトオフィスのメンバーは割とその漫画っぽく書いてた問題っていう、その演出上の都合ね、漫画のなんかナメック星のなんかね、義乳特選隊みたいな書き方してた問題っていうのが多分1個ありつつ、もう1個もしかしたらっていう仮説で、主人公サイドとの絡みがないとあんまり順位って上がんないのかなっていう。ジェミニさんとかも絡みあったじゃん、光一と。なんか要はなんかキャラクターを深掘る上で主人公と絡むっていうのは結構なんかあるのかもなと思いました。春風さんとかもさ、高一とは絡んでないんだもんね。マルジアラもジョー・カニエもこんなに上に来ると思わなかったんですよ。僕の中ではなんかサテライトオフィスのメンバーと同じ扱いというか、天才だし、なんかまああんまこういう言い方でラベリングするのもあれだけどさ、なんか日本人キャラの方が人気出やすいのかなとかも正直思ってたし、でもカニエとマルジェラはさ5位と8位5位と7位でしょ、だいぶ違う。だからもしかしたらちょっと高一との絡みとかもあんのかもね。高一と絡んでると好きになるとかもあんのかもな。ちょっと面白い発見がありました。はい、一応ちょっと名前だけ4票以下、一応票は入ってたけどランキングしてないというキャラクターを一応他の場所で出すことはないので、成仏がてら今言います、ヒューゴ、オリバー、神谷蓮次郎、佐渡島、小泉レオ、久米田、山岸アレン、宇治田、白キノコ、ライアン月島、一色、桃香、ユージ、小野田龍介、アレン、チェンシー、スーハン、ジャイディ、岸谷明、アイザック、内並、久保塚ひかる、タケちゃん五十嵐、三浦さん、ミチュが入ってます。三浦さん、はい、カツラ、カイドウ、アナウィンスロップということで、以上人気投票の結果発表でした。ちょっと時間があれしてしまいましたが、もう家を出ないと遅刻確定という時間なので、ちょっともう行きます。こんな感じで平井くねりにまつわる話題とかを YouTube では言っていくので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。もうちょっとで、あと数百人、まあ、もうちょっとでなんかキリがいい5000人になるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。